ちは、プリママレットクラス田中です。今回は動画内でよく着ているスカートの紹介と、あとシューズもどこの履いてますかとよくご質問いただいてたので、シューズも最後に紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までぜひお付き合いください。一番ご質問いただくの多かったのがこのピンクの、スカートですね。こちらとこの緑のやつとこの白いドットのやつとこのお花柄は、これ同じデザイナーさんでパリ在住の方です。ぜひインスタから私は知ったんですけど、ぜひウェブサイトチェックしてみてください。めっちゃ可愛い柄とかあるんですよ。ぜひチェックしてほしいのと、もうほんとここがねゴムになってるので、ほんとずれる心配もなくフィット感がすごくいいので、大きな動きをしたとしても結構しっかり安心して動くことができます。であとこれ長さが確かね選べて、めっちゃ短い丈とちょっと長い丈と、私はロング丈っていうのを購入いつもしてるんですけど、やっぱこれぐらいの長さ、ちょっと膝上ぐらいかな、やっぱりお尻も隠れて、でもこう踊るとさーっとこれ揺れる感じがあるので、ロング丈ぜひぜひおすすめさせてください。ぜひウェブサイトもチェックしてみてください。こちらのブルーのものと、このグレーのものは、ドイツ在住のデザイナーさんのものになっていて、手作りで作ってらっしゃいます。これ形や色が本当にたくさん種類があって選べるのと、これがスタンダードなんでしょうかね、もうここがゴムになってるので、やっぱりさっきと同じく安心してフィット感があるので、大きな動きも動いていくことができます。ぜひぜひこちらのウェブサイトもチェックしてみてください。最後シューズの紹介です。もうこれグリシコの、ドリームストレッチというシューズをもう結構長く履いてますね。本当名前の通りでして、なんか本当にこうストレッチがピンピン横も。すごくなんか全部なんかこうストレッチ系フィット感が重視みたいになってますけど、もう本当にこれ足裏もこういうセパレートタイプになっていて、なんかこう足裏をこうスッとサポートしてくれるような感じです。タンデとかしている時もなんかこうタンデすればするほどこう足がなんか強くなるっていう感じがあって、なんかこれ初めて履いた時はすごいなんか全然なんか丹下疲れないし、ルルメのもなんかすごく高く上がれるってなんか思いながらレッスンしてた覚えがあります。ぜひシューズお悩みの方、ぜひこのグリシコ、試してみてほしいですね。はい、ぜひチェックしてみてください。最後までお付き合いありがとうございました。他にもなんか聞きたいこと、知りたいことあったら、コメント欄で教えてください。こういう動画もいいねと思っていただけたら、ぜひグッドボタンと励みになりますので、ぜひぜひチャンネル登録忘れずにお願いいたします。ズームレッスンも開講中です。マツマレッスンも受け付けてます。気軽にお問い合わせ、お申し込みください。他にもおうちバレエ編と基礎おさらい編、あと振り付け早覚えのコツシリーズありますので、まだ見てない方ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。はい、それではまた。